どうも、そばは弟です。チャンネル名変わりましたけれども、なぜねもう肌もあれあれですけど、こんな顔で、今動画回しているかと言います。久々にですね、そば兄に会いに行こうということなんでございます。そば兄の映画が来週2月14日から公開ということで、長野県の方にですね、今こうバスタ、新宿のバスタから私も向かうところでございます。ちょっとまた突撃でね、そば兄動画回せ回せと、ね、言ってましたんで、私も学習しました。これから4時間ほどバスに乗って長野向かいます。さあね、長野着きました。さあ、あっ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あ、撮ってんの？はい、今年はもうちゃんと学習しましたんで。何を？常に回せと。忘れてたよ、そんなこと。そんなことも。とうとう公開ですね、来週。そうだね。体調悪いんだよ。飯田初日の焼肉パーティー。うわ、めっちゃブサイク、やだー。マジで何これ、本当に。それダイエット宣言は？いや、本当に申し訳ないんですけど、毎日毎日飲んで営業しておるわけですね。なるほど。で、今体調崩しちゃったんですけど、本当に怒涛の夜はもう何軒も飲み歩いて、たくさん美味しいものいただくんです。はい、全然痩せれませんで、チケットも飲みに行けば行くほど売れるというか、うん、はい、これはもうやるしかないなっていうところでですね、はい、体重減ってません、むしろ増えてます。でも体調壊しちゃったんで、もうあんまり無茶はできないなって今思ってます。なので今日から、まあ昨日から、まあそういうのに気をつけてね、まだ1年ぐらいこの映画の公開。うわ、不細工だな、本当に。もう何この顔。あれだね、おそばブラザーズだった時代の感じだよね、今ね。名残があるよね、ちょっとね、このね、全く垂れ流し、垂れ流しというかクソ動画っていう、ね、映画慈しみ深きのね、公開まであと5日しかないですよ。5日、うん、先行やれるだけのことはまだまだやろうと思ってるんですけど、うん、今日は田口が来たんです。飯田に、そば弟が、そば、そば弟って何だと思うと思うんだよね、もはやね。おそばブラザーズだって、だからこのおそばブラザーズ、美しい絵描き終わったら戻るっていうね、やつなんですけど。僕は、もう、てかもうコーナーだと思ってます。美しい絵描きっていうね。いや、その美しい絵描きのおそばブラザーズっていうコーナーだと思ってるんで。そうなんだ、ね、はい。だから最終的におそばブラザーズが乗っ取る。乗っ取っていいよ。で、まあね、この遠山さんが膨らみに膨らんだ胃袋の具合でですね、肉を頼んだことによって、違うんだよ、だからせっかく来てくれたからちょっと少ないかなと思って追加したんだよ。ほら、あるよ、まだこれ野菜食うよ。1枚いる野菜。そうですね、ちょっと油を、で、この、ここ、
ここがしんどいんですよ、ここが、うん、昨日もその昼まで酒をたらく飲んで、うん、バスで寝るっていう。お前多分さ俺よりそもそも地で多分体弱いからなんかそんなあるってことは俺より早くそういう生き方はできなくなるよマジで。お酒を飲んで俺もうこれ本当に最終章だと思ってるからねこの劇団チキンハートから始まってもずっと飲み歩いて酒飲み営業っていうさ2020年に集大成をねやったわけじゃないですか、うん、痛風にもなってさ、うん、別名贅沢病ですかね。いや本当にそうだと思うよめちゃくちゃうまいもん、いただいて食ってたもん。いいですね、でも公開に向けてタレをつけずに食う、もう、もはややっぱ食に感謝する映画じゃないですか。美味しかったんだよね。いや、美味しいですね。美味しかった。今も美味しいです、今も。だん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 ね、もうね、やっぱり板はお肉美味しいですよ、焼肉は本当に美味しいです、あのマトンが。あれですよ、強いよ。風映るかもしれない。しょうがない、もう関係ないですよ、もうこんだけ一緒にいたら。卵スープいる？大丈夫です。全然もう胃袋がこの2日で痩せれるわお風呂でも行って早く寝ますかね。明日は豊川に行きます。お渡辺一慶さんの、地元です。一慶さんの同級生の皆さんとですね、いろいろご飯食べてお話しさせていただいて、映画の PR にご協力を頼んでおります。え、これ撮ってんだよね。撮ってます。だったら俺ボリュームめっちゃちっちゃくない？聞こえてんのかなこれ。まあだからそのもしかしたらこの焼肉のボーって音が聞いてる。そうだよね響いて、あの小声のちっちゃいおじさんと大きいおじさんが話しゃべ、おじさんじゃねえだろ別に。まだ27、8。いや今年6です。あ、全然若いじゃん。あれおじさんって。明日一慶さんにもお会いしたことないのに、一慶さんの、ね、ご友人の方に映画にも出てないのに受けるよね。さっきあのね、学校関係の人に連絡したら、田口くんは出てるの？って。いや出てないです。分かったっていう。はい。ヒューマンの人いっぱい出てるじゃない？ヒューマンいっぱい出てますね。分かんない。あー出てないか。俺とさくらと。でも千歳。千歳ちょっとだよな。いいだす。最高っすね。何にも知らないのこっちは。飯田の命も命のカスも全然到達してないぐらいですよね。なんかでもそのテラスハウスみたいなゲストハウス。いやいやそんなね生半可なわけじゃないですよ。お家です今住んでるの。本当に飯田のお世話になってる人に貸していただきました。すごい。でそれも楽しみですね。それで多分今日最後ですね。じゃあ今日お風呂行こうよ。あお風呂、はい、お風呂ですね。お風呂。天然の。うん、やんないよ、あれは。今日絶対体調崩す。だって今、2月だよ、お前。いや。お前やれよ、じゃあ。いや、そう、もちろんやりますよ。もちろん、当たり前じゃないですか。そんな、遊んでる暇ないんだよ。あ、やば、タオル持ってくるの忘れてましたもん。買えじゃん。買います。貯金残高発表した方がいい。なんで残高発表させたがるんですか。いやさっき和子が教えてくれたから。あいつ金持ってるんです。え、そうなんですか。ひどい。いやお母さんすげえから。これちょっと。ああ、まあ、ちょっとおもらいにしてきます。ありがとうございます。
じゃあ温泉に、温泉に行ってきます。いいので、ちょっと色々とですね、これから公開するんですけど、ポスター貼っていただけないかなと思って。あ、映画？はい。ああ、いや、以来撮影したやつだな、これ。はい。僕はこれです。というのはどうします？富山さん、はい、俳優さんかな。あ、そうですよ。ポスターお願いできますか。あ、ね、ありがとうございます。はい、なんかいろいろ出てるドラマとか。あ、もちもち、はい。CM とかもやってます。もしよかったらこっちのチラシもやったりと。あ、そうです。すいません。また来ます。お疲れ様でした。はい。行きましょう。貼っていただきます。貼っていただきます。なんかそれサインをしてもらおうか。あ、ぜひ。なあ、ポスターいただけますか。ポスターでも。なんだっけ、お店の名前。お店のお名前。あ、秋。もみじ。秋の葉っぱだ。秋の、うん、秋葉。秋葉。失礼しました。何がもみじ。紅葉と見ます。今日九。九です。そうです。イラン出身かな。ああ、そうです。富山の方なんですか。富山だな、やっぱり富山って、はい、富山って多いで。はい、すいません、ありがとうございます。ぜひ見に来てください。はい、行きましょう。あの全然 YouTuber としての自覚がなさすぎて、はい、さっき温泉行くって言ってたのに。お前さ、本当に急に始めるよね。今俺全く YouTuber としてスイッチ入らないからね。つい東京にいた時の俺だと思わないでほしいですね。何をしてほしかった？いや、温泉来ましたよみたいなの一応。ユーミンです。すごい、ホテルですね。ユーミンさんにポスターをお願いしたそうなんですけど、監督が。ああ、はい。ちょっと聞いてみないと、ちょっとわからないですけど、無理かもしれないですねって言われちゃったみたいなんで。どなたかユーミンの、仲いい人をお願いしておいていただけると非常に嬉しいです。いや、ちょっと美しみ深き公開まであと何日ですか？あと5日っすね。5日。はい。明日になったら4日。ほんと？待って、今日何日？今日あ、9日です。もう日付回ってますから。もう4日です。4日ですね。あと4日です。はい。うわ、すごい顔、すごい。でもこれ見てる人にとって、あ、なんかついてる。今更なんじゃないですか。いや、まあそうなんだけどさ、はい、でも今何枚行ったんですか、前売り。前売りチケットは数えてませんけど7600ぐらいになったのかなって思ってるんですけど。飯田市が10万人でしたっけ、人口が。はい。あと3000枚売れたら10分の1の人は持ってるっていう。持ってないかもしれません。一人で10枚、10枚
でもありがたいですね。100枚応援してくれる、100枚って持ってる人もいるかもしれません、はい、でもまあ応援してくれてる方が、うん、明日は、はい、豊川に行ってきます。え一慶さんの地元に行ってきます。なんでですか。豊川の公開もすぐなので何もしてないんですよね。豊川の公開に一慶さんの同級生の皆さんにですね、協力を今お願いしてるわけです。なるほど。明日一慶さんの同級生の人たちに会ってきます。あと市役所行ってきます。豊川市役所の皆さんにもご挨拶してですね、ちょっと PR のお願いしてくるわけですね。もうすぐだな。完全にもうすぐですね。緊張しますね。緊張します。はい、私の人生が確かにどうなるかっていうことですからね。本当に今まで不遇を不遇をなめてきたこの6年間ですから、うん、もう今もうそれをですね、あ、でも本当ですね、もう公開ですもんね。爆発させてるわけですよ、その悔しさを今、はい、今全て解き放ってですね、もう何振り構わずですね、うん、もう靴を舐め、奴隷になり、奴隷ってことはそんなことは一切ないんだけど何あれ何あれなんかいるよここの家すごくない？ここ本当すごいですね。すごいよね。はい、泊まっていい、泊まらせていただけて。泊まっていいって言ってるはずなんだけど、大丈夫かな。本当はダメなパターンあるんですか？ね、私はご挨拶しました。ね、はい、ダメなことあったらやばいよね、これね。普通に使って。すいません。じゃお掃除して返します。それじゃ暖房焚いてますからね。暖房焚いてるよ。電気代やばいよ、これ絶対。あとでね、お返しないとね、ね、電気代でせめてね。はい、電気ぐらいはね。電気ぐらい、うん、ガスか、これは。めっちゃ高いの、これ。このストーブ。いや、ストーブの宣伝。この部屋だったら、ほんと20秒ぐらいで全然裸になれるぐらいだったんだろう、ほんとに。まあ、それ寒い国に置いてあるやつですけど。電気の方があったか。そうでしょ私、そっちの方がいいと思うんですよ。そうでしょ。すごい、電気毛布人気だね。というわけで、あと4日、あと4日しかないんだよ。ぜひお願いしますと。本当に皆さん、今前売り券制作協力チケットってやつなんですけど、これ本当買ってほしいんです。あと4日、はい、まあ4日以降は映画館以外のところでまだ置いてますんで、うん、どうせ見に来るなら前売りチケット買っていただけた方が安いですし、何よりもね、僕らに、いやらしい話ですけど、僕らに入ってくるお金も高いんですね。じゃあそのお金を持ってですね、これから今決まっていく、全国の映画館のでの、全国の土地でのね、宣伝活動に当てさせていただくわけです。よろしくお願いしますとか。とか。もう、渾身の。6年分の爆発が、うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ豊川に明日は豊川明日行ってきます。行ってるかもね。はい、おやすみなさい。